石木村の地図石木村は鹿児島県中部にあった村。1950年10月1日に東桜島村と共に鹿児島市へ編入され自治体としては消滅した。平成の大合併以前の鹿児島市域の北西にあたる。石木村は鹿児島県中央部、鹿児島市の北方にあり、統計30度31分、北緯31度36分に位置している。 村域は中央部を流れる甲月川が作った中積定地と山地からなっている。村役場は大浅城意識に置かれていた。意識村は上意識、下、意識、小野、長吉に鹿児島市に編入、犬、挟間、小山田、木、四島、皆房の八大事から構成されていた。意識村域は現在の鹿児島市意識町、意識、下、意識、 意識台、千言、若葉町、小野町、小野、犬は間町、小山田町、南吉町、長吉、名和、原良町、原良、総武田町、草、無田、玉里町の全域及び、玉里団地、西意識、竹岡、城西、城西の各一部にあたる。印色入り彦命を祀る維持式神社の維持色が、鉛、意識という地名になったとされる。 産業としては、農業が主であったが、石材加工を行う工場もあった。また、小山田に、九州発の水力発電所である、小山田発電所がある。町村製施向以降の村長を記載する。表記は、意識村市村製60周年記念14ページに、基づく。ただし、旧事態については新事態に置き換えるものとする。以下の人口繊維表は、 意識村し村ら聖60周年記念の9ページの記述及び1950年のデータについては、鹿児島県市町村編成史の記述に基づく。1897年から1945年まで、第6師団不評第45連隊の連隊本部が、現在の鹿児島県立短期大学の敷地に設置されていた、鶴田義行。ありがとうございます。